FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise。さあ時刻が11時15分を回りました。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送フライデーブランニュークルーズ、続いてのコーナーは週刊水戸ノート。このコーナーは毎週このスタジオに水戸で活動を活躍している魅力あふれる人をゲストとしてお招きし、活動内容などさまざまな情報を伺っていく15分間です。出演ゲストは毎週水戸の魅力発信課がコーディネート。これまでも高校生から90歳以上の方まで水戸のキラキラと輝く方々に出演していただきました。さあ今日はですね、お二方です。まずは、水戸市観光課の根本亮介さんと、水戸市植物公園の、増田美幸さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは、観光課の根本さんは新婚だそうで。はい。今年ですね。そうですね。何ヶ月ぐらいですか。4月に結婚しましたんで、まあ、3、4ヶ月ですかね。あら、はい、じゃあもう今一番いい時ですね。もう幸せで仕方ないですね。そして増田さんは、2児のママと、はい、今日は、おいくつとおいくつのお子さんがいらっしゃるんですか。上が5歳で下が2歳の子供がいます。うわ、じゃあもうね、今日も早く帰って。そうです ね一生懸命。夏休みってまだ小学生じゃないから、ただ上の子は幼稚園に行っているので今夏休み中です。幼稚園夏休みあるんですね。はい。じゃあね、待ってますね今日もね。そうですね、はい、はい。さあ今日はですね、植物公園の増田さんと、観光課の根本さんに伺っていくのは喫茶フィオレンテの新メニュー、夏を乗り切る薬膳メニューの紹介ということで、この、喫茶フィオレンテというのが植物公園の中にある喫茶店と、はい、喫茶スペースですね。はい、じゃあそれについて伺っていきましょう。じゃあまずですね、その喫茶フィオレンテ、これはじゃあ植物公園の完全の中にあるということですね。はい、そうです。じゃあ植物公園の、見に行って、どれぐらいのそのスペースというか何席ぐらいあって、どんな雰囲気の喫茶なんですか。席は、約20席ぐらいになりまして、全面ガラス張りの店内になっているので、はい、お花も緑もよく見えてすごく素敵な雰囲気のお店です。僕まだちょっと水戸市植物公園に行ったことがないんですが、植物公園でどれぐらいの広さでもう回るとどれぐらいかかるんですかね。約8ヘクタールありまして、うんうんうん、ゆっくり見ると1時間ぐらいですね。じゃあちょうど見て、あ、少し一休みしようかなってと ところに喫茶があるわけですね。はい、そうです。はい、そのだいたい20席ぐらいある、ね、好きなガラス張りの、ね、フィオレンテですけれども、どんなものが普段は食べられるんですか。普段はおすすめは日替わりランチがあります。日替わりランチ、うん。お食事は日替わりランチの他にどんなものが、他にもパスタとかサンドイッチなどもあるんですけども、はいはいはい、じゃしっかり結構食べられるんですね。いろいろ食べられます。うん。あと飲み物と、はい、コーヒーはサザコーヒーさんのコーヒー出してますので おすすめです。僕も大好きです。じゃあちょっと歩き疲れたなっていう方にコーヒー飲む、まあ、お腹空いたなという方にもしっかりしたメニューがあると、はい、いうことですね。はい。さあ、今回その新メニュー、夏を乗り切る薬膳メニューと、薬膳メニューとはどんなものですか。はい、こちらがですね、夏野菜の薬膳カレーのセットとハーブチキンのセットの2種類あります。2種類はあるんですね。はい、薬膳カレーとハーブチキンのセットですね。ハーブチキン、はい、最近やっぱりハーブチキンってよく聞きますよね。そうですね。じゃあまず薬膳カレーから詳しく伺っていきましょうか。はい、はい。薬膳カレーは、コリアンダーパウダーやクミンパウダーなどの10種類のスパイスと、うんうん、それから トマトやズッキーニ、赤ピーマンなどの夏野菜、それに合いびき肉を使って作っています。カレーは何食べても僕は好きですけれども、その色合い的にもなんか良さそうですね。そうですね、美味しそうな色してますよ。そのカレーが10種類のスパイス、スパイス、はい、からたくさん夏野菜、夏野菜、合いびき肉、で
そのご飯にも大麦が混ざっているので、うん、大変もちもちとした歯ごたえがあります。今最近白米だけじゃなくてね、古代米とかね、十六穀米、雑穀米とかいろんなカレーがありますが、そうです、ね、大麦が入ってる、はい、もちもちした感じ、はい、もちもちとした歯ごたえがありますね。このカレーじゃ結構煮込むの時間かかるんじゃないですか。そうですね、シェフが苦労して作っております。シェフ、はい、シェフが、シェフが一生懸命作ってるんですね。はい、はい、そしてハーブチキンのセットとは、はい、こちらは、チキンをソテーしてワインで蒸したものにバジルソースをかけてあります。鶏肉にはハーブの一種であるタイムとか、うん、ローズマリーを使って、はあはあ、鶏肉の臭みを消すひと手間もかけてあります。ローズマリーをね加えるとすごく香りが出るんですよね。そうですね、あ、これも美味しそうですね。食欲がねこうやっぱこう落ちがちな夏ですけれども、はい、ハーブチキンカレーいいですね。これ新メニュー考えてやっていこうというきっかけは何だったんですか。はい、根本さんが、はい、それは私の方から、はい、水戸市がですね7月の末に、陽明酒製造株式会社、7月25日ですね、はいはいはい、陽明酒製造株式会社さんという東京の会社なんですけれども、はい、こちらと協定を締結しました。中身としては薬草にまつわる、うん、官民共同事業を行いましょうということで、水戸はもともとですね徳川光圀公が薬草に関する休眠薬という本をまとめていたりですね、うんうんうん、植物公園の中にも水戸ご飯にまつわる薬草園と、はい、薬草に関する資源がありましたと、うん、で陽明製造さんも400年前に陽明酒ができたという歴史もありまして、うん、そういったことから一緒に事業しましょうというものの第1弾として、うん、まずは薬膳メニュー、薬草に関して新メニューを開発しようということで、うん、先ほど出たタイムやローズマリーも植物公園の中で育てたハーブでして、うん、植物公園のものを見て、触れてそこで食べられると、うん、そういったようなところから新メニューを始めようということで、はい、根本さん声いいですね。 ありがとうございます。さすが新婚根本33 年齢ですね、はい、いや陽明酒製造さんの陽明酒って あの陽明酒、はい、冷え性にいいとか、はい、私もお袋から、ね、飲みなさいともらったことがありますけれども、あ、そういうことがきっかけだったんですね、はい、なるほど。でこれはもうすでに、開発されて実際に皆さんに召し上がっていただいてるんです。はい、今月の6日土曜日から新メニューの方スタートしておりまして、はい、現在土曜日曜日限定でお店の方でお出ししております。うん、まあ、もちろんね増田さんそのカレーもハーブチキン もう食べてると思うんですけど、どうですか、まず食べてみて。まずカレーは、そうですね、カレーはピリッと辛さがあって、辛い方ですか、それともちょっと辛め、ちょっと子供にはちょっと辛い、中辛ぐらいですね。お子さん5歳と3歳のお子さんにはちょっと早いかなっていう、ちょっと、うん、そうですね、2歳の子供にはちょっと辛いかもしれないですね、はい、まあでもねちょっとピリッとしないとね、そうですね、はい、夏なんで辛い方が食欲をそそりますし、はいはい、あとは夏野菜でいろいろナスとか、はい、かぼちゃなど野菜が入ってますので、ナスとかぼちゃも入ってるんだ。そうなんです。なので野菜の甘さがこう辛さの中からこうに混ざって、うん、口の中にこう甘さが広がるので、うん、それもすごく美味しいですね。じゃあこれ栄養も満点ということですね。そうですね、はいはい、ハーブチキンはどうでしょうか。ハーブチキンの方もチキン料理がお好きな方にはとってもおすすめです。はい、豚とか僕もね豚牛、ね、牛とかよりは圧倒的に普段チキンを選んで食べる方なんで、これはかなり興味ありますね。はい、ぜひご来園の方お待ちしております。はい、これはもういつ行っても食べられるんですか、薬膳カレー、その新メニューは。はい、こちらは土曜日曜日限定で出しております。あ、そうなんだ、はい、土日限定ですか。はい、土曜と日曜日、はい、なるほど。じゃあ明日明後日に行かないと。そうなんです。お盆中も変わらず土日。はい、そうです。ただ夏メニューですからね、これいつまでですか。今のところ8月中はやろうと。9月もですねおそらく続けていくだろうということで、そこはまた情報でき次第お届けしたいと思います。わかりました、はい、土日一応限定で8月中を予定していますが、好評ならば9月も続けていくということですね。暑、はい、いうちの方が、はい、いいかなと思うの で、ね、ぜひお越しいただければ。これそれぞれ、価格は、はい、どちらのセットも税込み1000円です。あ、1000円で、はい、でこれだけ手を込んでたらね1000円は
お手頃価格ですね。はい、いろいろついてきますのでお手頃です。あ、その、薬膳カレーハーブチキンがメイン で、はい、ではい、セットメニューになっておりますので、はい、その他にバジルソースのサラダですとか、はい、デザートには緑豆とスイカのぜんざい。緑豆あの緑豆もやしとかってこう豆からもやして出ると思うんですけども、はいはい、その豆の部分だけをこうちょっとふやかしてとか煮立たせてこういただくぜんざいみたいなこうイメージですね。和な感じなんです、はい、和スイーツですか、はい、何色ですか。そうすると豆は緑なんですけども、うん、で上にスイカとか乗ってるのちょっと赤があったり、うん、あと植物公園に採れたミントがあるんで緑があったり、結構こう綺麗な、どれもですね、あの料理研究家の植木桃子先生という東京の先生に、うんうん、あの全体監修していただいてまして、彩りもあの気を使った形になっておりますので、目でも見て楽しんでいただけるかなと。声いいですね何分前でしょうかね。いい声してますありがとうございます、はい、根本さんもそれぞれ召し上がったと思うんですが、どんな感じですか。カレーからいきましょう。カレーはですね、奥深さが少しありまして、うんうん、でピリッと辛いという方もいれば、うん、あとは少しこう優しい味もすると、うん、あのスパイスたくさん入ってますので、うん、感じ方はお客様によって違うかなと。本格カレーですね。そうですね、ハーブチキンは、ハーブチキンは特に私はあのバジルソースが、うん、あのとても好きでですね、うん、あの植物公園でたくさんバジルを育ててまして、あのフレッシュハーブというようなことで、うん、このハーブチキンに乗せるバジルソース、それからバジルソースを使ったサラダもですね、うん、自家製で、取れたてのものを使って、うんうん、提供しているというもので、とても私これが好きですね。あの本当植物公園らしさがこのバジルの緑、まあ、緑な感じですもんね、ハーブチキンですね、はい。はい、じゃあ最後にですね、植物公園の、現在見どころ案内、ね、まだ来たことがない、まあ、私のようにです、ね、植物公園まだ行ったことがないという方、ぜひ来てくださいというような PR お願いします。はい、今園内では、濃いブロンズ色の葉が綺麗なカンナという植物ですとか、ブロンズ、はい、ブロンズ色おしゃれに言ったんですけど、はい、銅メダルの銅ってことですね。いや、ブロンズちょっとブロンズっぽい感じだ。そうです、はいはい、赤茶っぽい色の葉がすごく綺麗なカンナという花がありまして、それもすごくモリモリ咲いてて綺麗です、はい、その他にも熱帯水蓮ですとか、赤やピンクの青の、サルビアが咲いていますので。サルビア今の季節ですか。少し早めに咲いているんです、はい、こちらがたくさん見られますので、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、夏休みぜひですね、植物に癒されてください。その時ぜひ、薬膳カレーセット、ハーブチキンセット、その他にもね、いろいろメニューがあるということなんですが、この、土日限定、これ気をつけてください、土日限定です。で一応あの8月中ということなんで、来られる方はぜひ8月中の土日に、この新メニューを召し上がっていただきたいと思います。さあ今日はですね、水戸市植物公園、喫茶フィオレンテの新メニュー、夏を乗り切る薬膳メニューの紹介ということで、植物公園の増田美幸さんと水戸市観光課の根本亮介さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。